ちょっとさ、ここで言いたい。はい。タスクはさ、うん。あの別にその、なんだ、ひらが、ひらがなで書いてある分にはタスクって間違いようにないじゃん。はいはい。漢字になった時にですね。うわ。タスクがね。はい。いや、なんと、ま、ちょっとこのあの、べ、べっこの仮あるじゃないですか。台本ね。今日、畑中タスク、千葉商屋からお知らせがありますの、この畑中タスクのタスク漢字間違ってますああ俺、すいません。お母さんと、 だいぶ長い関係だと思ってたけど。<laughs> そうか、俺のこと人面だと思ってたんですか <laughs> 人面だと思ってたっていうや言い方すげえ面白い。いやもうこの感じはね、もうマジで間違われるわ、はい。それだと。だったらひらがらで統一したよ、俺も。あー。うん、だからもう、うん、も,うもう、もうみんな、皆さんが、こいつ人面だっけこいつ示す変だっけうん、うん、で。 なんか迷うぐらいだったら、もう俺もひらがなに、統一したい。でも、タスクさんと出会ってなかったら確かに俺もこの漢字読めないからね。うん、確かに。うん。うん。ユって言われるじゃん。ユウだよね。ユウだよ俺。うん。畑中ユウ <laughs>、うん、畑中ユう。うわー畑中ユうかー誰 <laughs> マジで。誰もう、畑中タスクじゃなくて畑中ユうになると本当に別人になっちゃうからね。ちなみに俺この台本で俺も千葉昭夜じゃなくて千葉昭っていうからね、漢字。矢が消えてる。え、ね、嘘どこどこどこあの、<laughs> 頭のとこ。すいません。いや、全然大丈夫です。すいません。あ、でも、これもね、いるんですよ、たまに。これはしましょうって、いや、あだ名を言いたいんだろうなって人で、無理やり漢字にしてくれてる人いるんですけど。あ、なるほどね。私も含めてスタッフもポンコツですね、いや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 。僕らが僕ら変換しにくい名前なんだよね、確かに。確かに。どうも働くタスクです。はい。千葉翔也です。タスクと翔也です。タスクと翔也です。せーの。 タタ達人。達人也です。<ー> <laughs> 今日は、ツイッターを見ながら、トークしていく。企画、はい、まったり、見てもらえればなと思うんですけど。全然まったりしたイベントじゃないよ、このイベントは。まあそうだね、確かにね。もうね。うん、ずっと、怒とのルスロットルですよ。本当だよね。いやー。いいよね、毎回焼肉屋でこう、体力削れて、なんかこう、なんか、 すみ、すみかすみたいな感じになりながら焼肉食うのをほんと楽しいと思う。ああ、今のを約すると、打ち上げが焼肉を食べてますってことですね。そうそうそう。毎回決まった焼肉屋に行くんだよね。うん。そう。そこで飯食って。喋って笑った後に、焼肉を食べるまでがタスクとショウヤですけどもね。ああ。まあ、この、あれなんですよ。あの、タスクとショウヤのお知らせなんですけれども、まあ、このウェブラジオね、本日の日付の配信ですので、実はエイプリルフールの企画です。 なのでですね、うん、え現状はですね、ラジオはレギュラーではありません。ないですえ今の時期、なかなかね、外出が難しくなっておりますので、そうだね。ご自宅で楽しめる企画を皆さんに提案できたらなという趣旨の企画となっておりますので、うん、皆さんにぜひ楽しんでいけたらなと思います。いただけたらなと思います。嘘,嘘かレギュラー化しねえか そうね。ダメか。これが1万再生ぐらい行ったらね。ハードル高いな。ちゃんとハードル上げていかないと。ああ、そうなんですじゃあ1万再生行こうよ、頑張って。そうね。まあ、YouTube だしね。誰でも手に取れるというか。そうだね。取っていただけるっていうのはありがたいですよ。ケー。まあ、二人でラジオするっていうのも、すげえ珍しいんで。珍しいね。 なんか、確かにね、ソロとかではね、やってきたけど、こういう組み合わせはなかなかなかったね。初めてに近いっすよね。だから、まあ楽しみです、僕も。お前なんか楽しみ感出してよ、じゃあ。なんか楽しみ感出してよ、なんかちょっと。結構、二人でなんか撮るとき、素じゃないですか。素だね。あんまりね、無理してもね、良くないかなと思って。 <laughs> あ、だからこの全国にいるタスクと商品気になってるけど、<laughs> ああいけたことないんだよねっていう方たちにも、ああなんとなく雰囲気が伝わったらいいなと思ってます、ね、個人的には。それはそうだね。確かに。じゃあもうこの素な感じでエイブリルフールだけど、はい、やっていきましょうウェ、はいはい、ブラジオ特別編、スタートですしゃあじゃあ、なんだっけツイッター見ながらトークしていくってことでツイッターですよ。ツイッター、え、なにこれは自分たちの携帯を使って、はい、ツイッターで、はい まあ、あれですかなんか、こう見たりするんですか自分の携帯。すごい、自分の携帯をいじれながらラジオやるってなかなかねえぜ。はい、質問をしてみましょうかね。はいはいはい、質問してみますか。え、ここで質問するんですか今。いや私の方で今。あ、なるほどね。じゃあ、早速ですね。えー、台本書いてありますけれども、えスと人翔也の、あの、タイトルが、いまいち逆称が決まってないので。あー。どんな感じかと今ちょっと投げてみますね。なるほどね。確かに。よいしょ。 ていうか、今喋ってるのは、あの、プロデューサーの小川さんです。はい。ね、あ、せ、申し遅れました。偉い人でーす。い人です。そっか。確かに、僕らタスクと翔やって言ってますもんね。僕ら感だと。確かに。タスクと翔やなんか、別になんか、あれなんだよな。それで、ちょっと語呂いい感じになっちゃってるからさ。すごいよね。うん。ちゃんとなってるけど。タス翔みんな、なんて言ってんだろうね。タス翔、うん、タス翔多少。た、多少翔や？ショ ショ、お前じゃん。お前、お前単体になっちまったじゃねえか。<laughs> 俺どこだよ。でいいよ。いやいやいや、じゃあタスクでいいよ。<laughs> <laughs> どっちにしても二人の略称決めたいだろう、だって。呼びたいでしょ、ファンの人たちも。なんか、どうなのみんな的には、いかがなんでしょうね。いかがなんでしょうね。ツイッター、なんかツイ、ツイッターで募集するって大丈夫ですかタイム、タイムラグとかすごそうだけどな。なんかな。あ、すごい。ちゃんと、今、公式さんから質問が。本当？え、俺らじゃあ、もうじゃあこれ、 タスショ、タスショウ、タスショ<う>その他タ。タスショウ、タスショウ、タスショそもそもさ、俺のあだ名っていうか、あだ名っつうのかな呼ばれ方が、うんうん、千葉ショなのか、千葉ショウなのか、千葉ショなのかも全く定まってなくて、実は。ああ、そうだねー。実はね。確かに。俺はもう千葉ショだった。あ、千葉ショって言ってたよね。お前千葉ショ <laughs> お前は千葉ショウ。あ、俺千葉、千葉ショ千葉ショ<よ>、うん、そんなに、 あれだわ、心から切ってる人初めて見た。<laughs> 思もがや、切ってしまった人だけだったの今まで <laughs> ち。ちっちゃいつぐらいの勢いで俺、切ってしましょあ出しましょう い感じだから、この間、千葉賞って俺のことを呼んでるタスクさんを見て違和感を覚えてる人がいてさ。<laughs> 別にそこは厳密じゃないなと思ってたんだけど、ね。こいつ伸ばしやがったなってな。そう。あと、テロップで出るときにカタカナになったりとか。うん、あ<の>あ。ああぁー、ねーはいはい。練習するときにはね、あの、皆さんの裁量で俺の呼び方変わるんだけど。多分これももっと統一感出していった方がいいんだろうなと思うけどね。あ、確かにね。いや、うん、カタカナかもない。お前、ひらがな。俺、ひらがなだよね。うん、千葉賞って感じ。千葉賞 って感じ。なんか、ちょっと、滑舌悪い感じ。キバヒョって感じ力入ってない感じね。力、キバヒョって感じ。LINE とかでさ、喋るときってみんな、あれだわ。千葉しょうじゃなくて千葉しょうだわ。千葉しょうでしょみんな打つのめんどくさいんだろうなって思って見てる。そう。そう、ううううを打つのがめんどくさいんだよ。いや、打てよ。1文字だし、打て。打千葉しょうで。4文字ぐらいでとどまった方がなんか、あだ名っぽいじゃん。 なんかでも、タスクってひらがなで、LINE とかで打つとき、うん、なんか、もの、あの、文章の中に、埋まっちゃって、見つけらんね。はい、うん、<laughs> ところで、じゃあみんな結構リアクションしてくれてるみたいですほんとだ見てみてお、すげえリアクションしてくれてんじゃん。うわ、すげえリアクションしてくれてる。どれがパッと見多い一番がめちゃくちゃ多いね。一番が多いか。一番は、えっ、ー、と、タス書。なぁ<あ>タとスと書です。やっぱお前、ょだよ 俺は書うん。やっぱお前うだお前は。でも結構この業界に書多いよ。え、なんでなんで、誰、誰、誰森久保さんでしょ森久…え森久保翔太郎。もう翔太郎だ。だって、え森翔って呼ばれてる呼ばれてねえ。呼ばれてねえだろそういうことじゃねえびっくりした、マジで。そういうことじゃねえ。あの世代の皆さんが、翔ちゃんって言ってるのは、俺じゃなくて森久保さんだから。あー、なるほどね。そう。俺翔ちゃんっていう単語が現場で飛び交った時、うんって思うんだけど、俺なわけないなって。 <laughs> 突然距離縮めてくださったのかなって思うんだけど。ああ、確かに。気があった、俺じゃぱや、やっ,ぱやちやっぱ千葉書だよ。千葉書だけど。そいや、でも、あの、書が、そう、うじゃなくて、やっぱ書なんだよ、やっぱお前は。そういうこと。でも、別にち、千葉書だから、うん、千葉書だからたす書なんじゃなくて、たす書よりも、 タスショーのショーってさ、腹筋使わないと伸ばせなくないなんか。タスショー確かにねこれ腹筋で支えてるから多いよね、これタスショーなんか急にあこれなんか、タスショーって感じだけど。タスショーはタスショーって感じだけど。タスショーって感じだよね。あれ、全部、息出す音か、音だからかも。これ、むずいわ。タスショーだわ、これは。やっぱタスショーだね、これ。いや、タスショーも。むずいな、俺、滑舌が。でも、本当に一番が多い。結構いるけどね。一番だね。なんか一番っぽいっすよ。一番にする どうこれ、うわ、てか、めちゃくちゃ反応してくれてんじゃんすげえ、ありがとね。すごいじゃん、これ。何え、な、どんぐらいもうメッセージこれあんのこれ。全然下にスクロールしても全然追いつかないんだけど。ありがすごい。ありがたいね、これね。ありがとありがとうございます。まあ、どうですかね一番ですかね。一番じゃないかなじゃあ、今回はタスショートークでやってるけど。まあ、どっちが硬いなんでしょいまあ、いつか、いつかタスタスショトークに。そうですね。するかもしれませんそうだね。 タスショトークにしよう、これは。あ、でもタスショってやると結構ちゃんとさ、あれだね。他のタスショっていう文字には被らずに。マジ<え>俺たちのことだけが出てくるわ。ほんとうん、ネットで検索した時えぇ、ー、じゃあ,あ、すごいすごいあ、俺知らなかった今のうちにこれ特許取得しとこうぜ。タスショ。タスショ。タスショは俺らのもんだよ、マジで。タトスとショは俺らのものになるから。うん。いや、もう絶対、もう、たタスショは俺らのもんです。これで。ほん<あ>こで言ったんで。YouTube で言ったんで。 はっ俺らのもんでてうん。よっしゃ。よっしゃ。嘘俺ないもん、あんまりそういうさ、あの、誰かと何かみたいな。ああ。コンビ名とか、全然ないから。嘘あれなんか、あの二人でやってる番組とか別名ないのなんか。あれも決まってない。あ、決まってるんだめちゃくちゃね、曖昧。ああ。あ、じゃあ、唯一の。タスショ。え、タスクさんはえなんかそういうのある誰かと、なんか。ああ、いや、番組のなんか、 っていう略略称称ははあるけど、うん、2人組の略称は全くないいいじゃんじゃあないよ。だってそんなお笑い芸人みたいな感じじゃないからね。二 <laughs> 人のコンビみたいなのなかなかやんないからね。 いいじゃないみんなに聞きたいことありますかタス書に。はい。タス書に渡すのかま、タスクとショやで何か。え、みんなに聞きたいことって、え、何このツイッターを使って。そうですはい。みんなに質問したいことはい。え、なんだろうえ、なんかわかるくすえ、なんかこういうの楽しくないやべ、楽しくないどうしよう。え、な、あるから、この際聞きたいこと。この際聞きたいこと。うーん、この際聞きたいことなんだろうななんかみんなに聞きたいこと。うーん。うーん。どのコーナーが好きとかえ、イベントのイベントとか。あ、真面目。え あ、もっと変なこと聞くいやいや、いや、いいんじゃないいいんじゃないでも。 いや、なんか、もっともっと私物化しようかと思った。いいよ、聞こうよ。今みんな何してるのっていうああ。私物化ですよ。今みんな何してんのはい。今みんな、どこにいるのみたいな。どこに、今みんなどこにいるのツイッターで書きにくいだろ。今何してんのみたいな。確かに確かに。え、な、何しようかな。まあ今、今何してんのでもいいけどな。昨日何食べた昨日何食べたなんでそんな聞いてみうか。昨日、昨日何食べた昨日何食べたちょっと聞いてみようか、じゃあちょっと。 みんな昨日何食べたバイタス書にしといてください。うん、ああ、いいじゃん。バイタス書。はい。うん、うわぁ。え、これガンガン質問していくのいいんじゃないだから。これ結構ね、みんなもね、ツイートしてくれてるからね。そうだね。それも見つつ。ちょっとガンガンやっていこうぜ。昨日、昨日、昨日何食べたもうな、なかなか普通おた中の普通おたって感じ、ね、<laughs> いや、なんか。マジで。リアルタイム感があるな。ああ、いいんじゃないいいんじゃない<ー>ちょっとやっていこうよ。え、ちなみに一場所何食べたの 思い出せない。思い出せよ。あ、カレー。昨日ね、少年。人生初めてね、ウーバーイーツ使ったんすよ。えお前まだ使ってなかったのうん。うわ使ったっていうか、個人的に使ったんじゃなくて、スタッフさんとかと、あの、呼んだんだけど。えあれすごいね。すごいよ。うん。日本中が知ってたと思うけど。いや、マジで。だから、すごいわなんであんなに流行るかって。 だって、追跡もできんじゃんだってさ。いや、あれがびっくりしたよ。いや、だからなんか俺、本当に申し訳ないよ。本当にウーバーイーツの人たちに申し訳ないんだけどさ、うん、レースしたくなった。なんか。<laughs> ウーバーイーツレース。 日本のトレンド入りしてるらしいよ、タス賞トーク。<laughs> なんでなんで嘘でしょなんでだよ。おかしいだろ、マジ。日本は平和だな、ほんと。めちゃくちゃ平和だな、おい。いや、オリジナルのさ、ワードってやっぱ強いんだね。い強いですね。嘘でしょてか、だとしたらタス賞だよ。<laughs> え、じゃあ、タスショーえ、う。どっすええ、言うときはタスショー。ちょっと待って待って。タスショーで今トレンド、トレンのタスショートークで入って。あ、じゃもう、ええー。だからね。せっかく今儲けたのに。タスショートークっていうのはトークで、俺らはタスショー。お前、ややこしいよ。英語の文法みたいな感じで、後ろにトークがつくと、うをつけないと発音できないっていうことにしよう。まあまあ、そうしよう。そうしよう、じゃあ。じゃあ、タス、タス、タスショーと、あじゃもう、お みんな続々と来てるよ。昨日は、サムギョプサルです、とか。ええー、あったまるね。サム、サムギョプサルあったま、まあ、あったまるね、確かにね。うん、あったかい食べ物。あっ,あったかい食べ物ではあるけど。<laughs> いや、普通鍋とかだったらさ、あったまるって、ースできるけど、<laughs> お前は、<や>俺サムギョプサルであったまるわーって感じる。かいかあったかいかしかなかった。そう、そうだろう。なんだそれ。あ、すき焼きいいねー。 なんかあるかななんか、自分と同じもの食ってる人いねえかな自分と同じもの食ってる人。あ,あ、いねえなぁ。いねえなぁ。今のところいねえぞ。カレーはいっぱいいるよ。うん。俺シーフードカレー。うん。食べた。酒です。いや <laughs> めちゃくちゃ面白いじゃん。マジかすげえぞ。胃が焼けちまうぞ、お前。酒だけだった酒だけな。酒ってすごいね。すげえな、ほんと。 写真上げてくれる方もいらっしゃいますね。あらー、はい。いらっしゃいま飯テロじゃん <laughs> うおむっちゃシャレた店でステーキ食ってんなこの人確かに。写真上げてくれてる人。ステーキかこ。これあれかなこれ、ツイッター名とか言っちゃっていいのかなこれな、ね。名前は大丈夫だと思います、ね、名前大丈夫のはないないさんって言ってくださる分には大丈夫だと思います。なるほど、なるほど。昼はラーメン、夜は親子丼。ね。 昼かはラーメン。夜は親子丼おう、アさん、アカさんって絶対社食じゃん。<laughs> <laughs> なんでだよ。絶対社食だよ、それ。社食、まあ確かに社食ありがちメニューではあるけどね。いや、というかすげえよな。若いよね、なんか。ラーメンと、俺、俺、どっちかでいいもん <laughs> 一日。ラーメン食ったらサラダだもん。もう、今は。ラーメン食ったらサラダうん、夜はサラダ。やばー、めちゃくちゃ気使うじゃんあ。そうか。もう千葉市は若い組だ。 いや、俺は。若い飯組だ。お前、確かにな。いや、俺、ラーメンもうね、ほんとに人に誘われないといかないから。<laughs> え、なんで気をつけてんのいや、ラーメン食べると喉乾くし、好きすぎるから俺100%満ンまで食べちゃうんだけど、あ<ー>やっぱね、顔むくむからね。確かにもうラーメンとプラスしてなんか頼んだりするからな、本当になあ。違うわ、俺この間食べたわ。四川風ラーメンみたいな超辛いやつ。 自分で入ってうん。嘘ついてんじゃねえかよ。すげえ辛いものが欲しくてさ。<ー>なんかみんながすでに呟いてくれてる質問も読んできますかでもすごいなんかちょっと、タス、タスショーでし、なんか相当呟いてくれてるから、これ昔に、例えばで相当スクロールしないと、<あ>これあれだね。確かに。うん。あの、じゃあ、たよりちゃんさん。はい。高校時代はどのくらい勉強してましたかぶっちゃけるえ、勉強してた <laughs> ま,まずそもそも勉強してたかって質問それ。え、うん。して、して、ないです。えっていうやつでしょっていう,う。どれ、どれくらい勉強してたかっていう質問だからさ。どれくらいかって、だからもう勉強してることは前提で。あうんあ、うん、うん。で、長女は、今俺に対して、うん。お前勉強してたかって質問をした。<laughs> そうなんか土俵に上がってるかっていう人。<laughs> <laughs> 上がって、いや、上が、上がってない正直上がってないそうなんだ。 いやー、もうだってもう部活と、ま、あその時遊戯をもう始まっちゃってたしね。あ,あ、そっか。そうそう,そうそうそう。あ、それはいいよ。いい意味じゃん。まあまあ、だからや、うんやってたかどうかね。うん。どう行きましょう。俺は、そうだな。ま、あ受験期は一日十時間だったね。<笑><笑>なんか一日十時間すると、何でもできるぜって言われて。 ま、あ何でもできるよね。一日十時間やれば、どこだってお前はいけるよっていう話で塾で言われて。うん、あの、だから、お前はっていうか全員に対してね。十時間が基準だみたいな感じで、十時間を目指して毎日。それいつからやってた時間測ってた。もう、高3の時とかかな。あ、高 3? え、高三から一日十時間で間に合ったあまあ、そうだね。俺、高二の夏、春か。うん、世界史の成績1だったんだけど、5段階で。<laughs> なかなか取ったことないよ、1って。俺も取ったことなかったんだけど。一1秒も勉強しなかった。何しろ、先生のことをなんか、殴ったのぐらいゃない。い本当に、無、無だったんだけど。無無だ。そしたら、後でめちゃくちゃ世界史好きになって、ま、5になったね。はぁふざけんな、マジで今。で、結果、受験まで世界史引っ張ったから。うわぁ、マジか。お前。 お前すげえな、1から5ってな、なんなそんなドラマチックなことねえけど <laughs>、まあ。まあ、こよ、俺。そういう意味では振り幅はすごかったよね。俺だって、世界史勉強して2から3になったぐらいだよ、マジで。あ、勉強してんじゃんむっちゃ勉強したよ。偉いじゃんむ,むっちゃ勉強して2から3だったよ、いや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 全然いいよ。上がってんだから。数,数学とかもね、2>, うん、2から、 本当に、に、2.5とか2点、2二2.5はないよ。ないか5。5点評価。じゃあ2だったのかもしれない、ずっと。あ <laughs> 3よりの 2? うん、3よりの2だった。3より,りの2だったから、まだ許しててだあ、そうだね。あるよね、1よりの2と。ある。3よりの2。<laughs> どっちにしろしょべえよ。めちゃくちゃあるわ。他にもあるかな。他にもじゃあちょっと質問を読んでいくちょっとごめん、俺、俺の、ちょっと携帯、じゃちょっとスク,スクロール、スクロールが間に合わない、これ。相当ある。あ、そうだな。